はい、皆さんこんにちは、弟子1でございます。で今回はですね、ANA さんの特典航空券の動向と気になる未来に関して塾長にお話しいただきました。ANA さんのですね、特典航空券に関してね、今まで長い時間軸で見てきた塾長だからこそ、これからどっちの方向に進むべきかが分かると思います。そしてね、これから進むべき方向を今回ご成長くださっているあなた自身が知ることによってね、今何をすべきなのかっていうのが全て分かってくると思います。なのでぜひですね、今までの塾長の ANA さんとのお付き合いも含めて今回のお話を聞いていただいてですね、特典航空券に関する理解をね、さらに深めていただければなというふうに思っておりますので、とりあえずですね、いいねを1、2とね押していただいた後に今回ちょっと見ていただければなというふうに思います。それではどうぞ。ガチゴー、怪しくよよ、まあ今日は20度、あー暖かいですね。え、今日めっちゃ寒い。あ、そうなんですか。うん、昨日32度ぐらいだったもん。ちょっと寒暖の差激しいですね。うん、今日めっちゃ寒い。今日なぜか寒い。はい、久しぶりに寒いんじゃないかな。そっちは僕の方はあれですね、今17度で晴天で暖かい方ですね。まあ悪くないんじゃない、それ。そうですね、気持ちいいですね。まあちょっと寒いけどね。はい、でもほら半袖じゃん。そうですね。うん、じゃあマッパは無理なのね。ちょっと塾長とお話しする前にちょっと軽く運動してきたんで、ちょっと汗が。さすがだね。はい。そうそうそう、うん、よし、じゃあ今日は何からいこうかな。今日ですね、ズバリANA さんのですね、特典航空券のこう未来っていうんですかね、うん、ちょっと塾長の場合は僕と違って、今まで長年、数十年以上ですね、ANA さんのこう、うん、まあ、動向というか、動きを見られてきた中でですね、うん、今の現時点で見たときに、この特典航空券ってこう、実際に昔よりも良くなってるのか、悪くなってるのかと、果たしてちょっとこれから特典航空券は美味しいのかどうなのかっていうところをですね、踏まえて伺えればなというふうに思うんですけれども。そうだね。うん、まあ、この間も話したけど、特典航空券を積極的に使って特典航空券の残高を減らそうとしてないね。はい、あ、そこやっぱ気になるよね。これやっぱ会社の方針ではあるんだろうけど、はい、簡単には変えられないのは分かるけど、はい、まあコロナでね、座席が何百ってガラガラであればやっぱり特典をね入れていくべきだと思うけど、入れてないってことでしょ。はい、で特典枠があって、で、はい、いっぱいですとか言うわけだから、はい、うん、だ特典枠の分っていうのは、まあ、ANA さん側でね、分けて持ってある。だからそこが埋まったらしょうがないでしょう、はい、うん、確かに、まあ、それはそれで分かるんだけど、はい、特典を使わせようって感じにはなってない。あ、ね、そうなんですね。はい、うん、だから特典を使わせようって感じだと、みんなキャンペーンとかあると思うんだけど、はい、キャンペーンとかがあってマイルを使わせたりとか使わせないっていうのは、そうやって便を開けたり閉めたりしてるんだよ。なるほど、はい、で、まあ、ある程度、うん、溜まってるのがどのぐらいとか、やっぱ会社も見てるから、はい、その中でいてこの状況で使わせようとしてないでしょで、はい、とんでもない量が溜まってるっていうのみんな分かってるでしょ。 ANA、はい、さん側も分かってるんだよね。まあ、JAL さんもそうなんだけど、はい、分かっててやってるわけだから、うん、前なんか嫌な予感するよねうん、まあそんなひどいことはしないと思うんだけど、はい、もうバランスが崩れてるもんね、完全に、はい、うん、なるほど。で ANA さんの今回のキャンペーンとか見たと思うけど、はい、クレジットカードをね、はい、500万以上使えば修行しなくてもほとんどね、はい、乗らなくてもダイヤモンドだよみたいな、プラチナだよみたいなのがあったわけじゃない。はい、わかりました。うん、でそれ新規のお客さんでもいいわけじゃない。はい、でクレジットカードを出してということなんだけど、それクレジットカード500万とか、まあ使っていった場合に当然マイルも貯まるよね、それね。はい、それを使い先っていうのが今ないわけだよね、はい、ほとんど。そうしてそうですね。あるんだけど、すげえ換金率の悪いあるじゃん、いろんなの。使う気にもならないような換金する場所があるんじゃない。はい、うん、そういうところはまあみんな行かないと思うし、うん、そうするとやっぱりクレジットカードガンガン使わせて、それでマイルも貯めさせて、はい、で出口のマイル使うところも閉めてると、はい、そうするとマイルだけが貯まるじゃない。そうなりますね。はい、うん、やだよね。はい、うん、まあマイルインフレみたいな話もしたと思うんだけど、でみんな使ってて、さあ使ってやろうと思ってるわけよ、みんな。はい、それはみんな同じよ、はい、でさあ使ってやるぞとなった時にはもう使えないのよ、はい、うん、これだけマイル占めてるからね、はい、うん、そこで座席1個奪い合いになるわけじゃね、はい、それでまあ ANA さんの、まあ、JAL さんもそうだけど、はい、スカイコインで使ってよと、はい、いうことなわけでね、うんうん、でまずここいいのは ANA さんはほらスカイコイン使って海外のチケットも買えるから、海外発券、はいはい、JAL さんも海外発券 eJAL ポイント使えないから、はい、そういった分では ANA さんの方が全然使い勝手はいいんだけど、うん、うん、特典航空券に関して言うと、ダイヤモンドだと国内はだいぶ使いやすくなったよ。そうなんですね、うん、だから
国内に関しては全然いいと思うよ、はい、だから特典を使うっていうのはこれからはあまり考えない方がいいかもしれないね。あ、そうね、はい、うん、なるほど。基本的に特典を使うっていうのはその路線がめちゃくちゃ高い時、はい、あとは金額が高い時あるのよ、はい、うん、でも特典が空いてるっていう時があるから、はい、普通のチケット買うよりもね、はい、その時にだけ特典を使うって感じだよね。あと自由旅行で、はい、行った先で1週間か、ね、3日滞在するのか分かんないと、はい、そういう時だけじゃないかな使っていいのは。なるほど、特典で今使えるっていうのは非常に少ないね、はい、うん、まあ、あとはビジネスクラスだよね、はい、ビジネスクラスを使ったまあ特典の、そういう風になってくるかな、はい、まあ、特典の話は前回も話しちゃったからあれなんだけど、はい、まあ、もう本当はねスカイコインに変えていくっていうのが一番まあベストであるんだけど、はい、そうだな、僕だったら、まあ、スカイコイン、はい、ほとんど使っていくような感じになるよね。なるほど。ちなみにじゃああれですか、ね、今までのこう ANA さんの動向から考えると、あのその特典航空券がなんか一つの無料旅行というか、なんかそんなイメージでマイル貯めている方も多かったと思うんですけど、これからはあんまりじゃ期待しない方がいいっていうことですよね。うん、こんだけ詰まっても対応するようなことなかったし、はいはい、で今積み上がってるから、はい、特典航空券っていうのはまあほぼほぼこの後、あの特に海外旅行に関しては使えなくなると思うね、はい、あ、うん、使おうと思うとパンパンだと思う。はい、その可能性が非常に高いね、うんうん、あ、塾長から見ていてですね、塾長がマイル修行、うん、マイル修行って言うと失礼ですけど、飛行機に乗られ始めた時と比べて今ってやっぱりあれですか、マイルをこう貯める方はやっぱ増えている感じですかね。異常に増えてるでしょ。あ、そうなんですか、やっぱり、はい、異常に、うん、異常に増えてることと使えなくなった、はい、はい、うん、前こんな制限なんかほとんどなかったもんね。はい、うん、なるほど、うん、だから外資系よりいいのはスカイコインっていう逃げ道があるからなんとかねやっていけるんだけど、はい、うん、そのスカイコインをもし占めるようなことになれば大変なことになるんだけど、それがない、はい、ないうちはとりあえず特典貯めていってもいいかなと思うね。なるほど、はい、特典マイルで使うっていうのはもうビジネスクラスぐらい、はい、でも僕はビジネスクラスでも買えないね、まず買えることはない。あ、特典航空券でも、はい、うん、みんなビジネスクラスで特典取ろうとするのよ。そうですね、はい、貯めた方がいいね、はい、うん、あのビジネスクラスだと、まあ、100万とか80万ぐらいのやつ安いマイルでいけるじゃないですかってマイルで取るんだけど、はいはい、何の意味があるのかなとは僕は思うけど ね、 あれね、はい、うん、やっぱりあのアップグレードできるチケットをしっかり買って、はいはい、それで、まあ、ビジネスクラスにアップグレードしていく、はい、うん、そういう方法をやっぱ探すべきだから、はい、特典航空券って乗ったってマイルもらえないのよ。そうですね、でしょ、だから、はい、意味ないから、はい、それだったらもうアップグレードを徹底的に目指していく、はい、アップグレードだったら乗れる可能性がほとんどだからね、ビジネスクラスに、はい、うん、アップグレード空いてないことあるんだけど当日空くから必ず、はい、あ、そうなんですね。そうすると流し、そうそう、ほとんど当日空くから流してくれるよね、はい、うん、当日乗るときに。だからあの特典航空券でビジネスクラス乗るなんてちょっと大間違いですよなるほど、結論、はい、もう行っちゃったからしょうがない、はい、教えちゃうけど、はい、うん、聞いたことないよね、そんな人、はい、いるの特典航空券でビジネスクラス乗る人僕何回か乗ったことあるあ、そう、あるんだ、はい、はい、うん、まあ可能性があるとしたら、はい、自分は優勝のチケットで乗って、はい、優勝のチケットなんか乗る必要ないでしょって言ったって、特典航空券をコインに変えればいいことだから、取る特典航空券を使う場合よ、はい、それは自分の奥さんがビジネスクラス乗るとか、自分の子供がエコノミー乗るとか、自分と一緒によ、はい、そういうんだったら分かるよね。なるほど、はい、なんでかっていうと自分さえダイヤモンドになってれば奥さんとかラウンジ入れたりするわけじゃない。そうですよね、はい、そしたら奥さんでマイル稼ぐ必要は全くないわけで、うん、なるほど、そしたら自分の乗る方に全部優勝の航空券を固めればいいことだからね。はい、確かにそうですね、うん、だから奥さんの方は特典で乗るっていうパターンはあるんだけど、はい、でも取れないことほとんどじゃないの、はい、多分ですね、はい、うんうん、だからビジネスクラスの特典取って取れないって言って暴れてるやつってよく分かんないなと思ったけどなんで特典 のビジネスに乗るかな、はい、うん、僕はやっぱファーストクラスも同じだと思うもんね、はい、うん、ファーストクラスだったらまあ特典で乗るって方はあるかもしれないね、あってもいいかも、はい、いいのかもしれない、うん、うん、なるほど。ただしょっちゅうファーストクラス乗るわけでもないからさ、はい、うん、だからビジネスクラスで特典でうまくやろうって何とかしてやろうって何ヶ月も待ってる人はやめた方がいいね、すぐね。はい、なるほど、うん、やっぱりちゃんと航空券でアップグレードをやっぱ目指すべきだと思うね、はい、で優勝の航空券でアップグレードっていうのは ANA の、 あの上級会員
ある程度の得点なんだよね、はい、なんでかっていうとほらウェイティング待ちになった時に優先順位があるし、はい、取りやすいしで、はい、アップグレードポイントとかもあるんじゃない、はい、うん、わざわざだからそういうの使わなきゃいけないからさ、はい、そうやって使ってった方がいいんだけど、まあ、ダイヤモンドはダブルアップもあるもんね、はい、そうですね、うん、そうやってった方がいいんだけど、みんななんか得点乗りたがるんだよなそうですね、まずいや切り込むわ今回、はい、得点でビジネスクラスとかに乗るやつはとりあえずそういう感じにしとけば、そう切り込んだ方がいいんでしょ。そうですね、はい一応切り込ませてもらうよ、それ。はい、わかりました。特典航空券で、迷ってる人、はい、困ってる人、はい、取れないっていうふうに なってる人はもうやめた方がいい、それは。はい、なるほど。大損しますよ。はい、わかりました。うん、結果、やっぱり、マイルもたまんないしね、はい。いくら乗ったってダイヤモンドにはならないんだから、はい、特典では。なるほど。うん。特典はもう今すぐやめた方がいい。はい、わかりました。いや、お金使いたくないですって言ったって、要は優勝の航空券だとお金使わない方がいっぱいあるからね。はい、うん、そうでしょ。はい、そうですね、うん、そうしてくださいってこと。はい、今日はちょっと激しく切り込んでみたいピー多かったと思うんですけどはい、つまり質問ありがとうございました。はい、はい、ガチコマイルジク。最後までガチンコマイルジクの YouTuber をご視聴くださりありがとうございます。ぜひこの動画の内容が良ければいいねのボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。またコメント欄に感想やご質問もお気軽にくださいね。またマイルやホテルに関しての最新情報をいち早く知りたい方は概要欄よりメールマガジンのご登録をお願いいたします。ではまたお会いしましょう。